皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ、12月残りプラス1月からもお得ありということで、今週もやってきましたキャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は12月の30日から1月の5日までの、来週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。まあ、今回は今年の2019年の残りのキャンペーン、そして来年の1月の5日までの分、どちらも含めています。 それではまずはペイペイからですね。ペイペイでは主に3種類の大きなキャンペーンですね。まずは街角ペ a ペイの第2弾ですね。こちら以前動画でもお伝えしたんですけども、キャンペーンの延長が決定しました。期間は3月の31日までとなりまして、キャッシュレー消費者還元事業の5%のお店であれば、20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンとなっています。ちなみにこの抽選で外れた場合でも、最低でも6.5%はトはペイペイで還元がされます。次はペイペイモールですね。こちらも 地下戸 PayPay 同様に期間の延長が決定しました。こちらもですね、3月の31日まででして、最大で20%還元がされるキャンペーンとなっています。まあ、先日あの動画でもちょっとお伝えしたんですけども、あのクレジットカードの Yahoo ーカードが2月の1日より PayPay ペイペイチャージの時の T ポイント1%還元がなくなるということだったんですが、まあ、Yahoo ショッピングやこちらの PayPay ペイペイモールでは変わらず1%還元されるので、まあ、それもうまく使ってみるのもいいのかなと思います。 そして次は電子書籍などを販売している ebookjapan にて paypay ペイペイ決済をしたら最大で20%還元がされるキャンペーンというのも開催中です。まあ、こちらに関しては購入検討されている書籍があればぜひチェックしてみてください。次は d 払いですね。こちらも大きく2種類のキャンペーンをピックアップしました。まず1つ目は d 払い生活応援キャンペーン。こちらキャッシュ類消費者還元5%のお店であれば d 払いがさらに5%上乗せして合計10%の d ポイントが還元されるキャンペーンと となっています。まあ、こちらもエントリーが必須で来年の3月31日までとなっています。ちなみにこのキャンペーンは僕が何度か紹介しています。D カードプリペイドも利用ができるので D バライと連携して利用されるのもいいのかなと思います。次に2つ目は D バライと関連はするんですけどもこちらの D ポイントスーパーチャンスですね。こちら D ポイントカードを提示することでお店で通常の D ポイントが3倍になるというキャンペーンです。期間は1月の6日までとなっています。 次は楽天ペイですね。楽天ペイでは久しぶりにあのキャンペーンが来年から帰っていきます。全店舗対象期間中ずーっと5%還元のキャンペーンです。こちらでは楽天ペイが使えるお店であればどこでも5%のポイント還元がされるものとなっています。1月の1日から開始するので専用サイトにてまエントリーの準備もお忘れずにお願いします。 次に LINEPE ですね。こちら主にクーポン情報となっています。一つ目は年末感謝クーポンサイトということで、こちらはキャンペーンページでお好きなクーポンをお一人様一つまでダウンロードができます。期間は12月の31日までとなっていまして、お好きなクーポンというのがもらえることになってるんですけども、もしですね、一つダウンロードしたらキャンセルができませんので、これはご注意ください。あとは松本清志で使える LINEPE のクーポンも12月の31日までとなっていますので、まだ利用されてない方は今のうちに取っておいてください。 はい。次はメルペイですね。メルペイでは3つのキャンペーンが主に開催されています。1つ目はメルペイスマートバレーで5%ポイント還元ということで、期間は2020年の1月の31日まで開催中です。ID 決済やメルペイのコード決済を使えばどこでも5%が還元されます。まあこれは僕の中でかなり活躍していまして、本当にまあ即時還元されるということもあって、まあ、本当に便利なキャンペーンですね。次はこちらのスめメルペイのキャンペーンですね。こちらは招待 コードを使ってメルカリに登録した後にメルペイの画面にて銀行口座とかあとは運転免許証を提示して本人確認までが完了したら1000円分のメルペイポイントがもらえるキャンペーンとなっていますまあ、こちらキャンペーンの終了日時は決まってないのでまあ、ちょっとメルペイ始めてみようかなっていう方はこのキャンペーンうまく使ってみるのもいいと思いますそしてメルペイの後払いいわゆるそのスマート払いを初めて利用される方限定のキャンペーンも開催されていますこちらのメルペイのスマート払いをせ でして決済したら2000円分のメルペイポイントがもらえます期間は2020年の1月7日までとなっていますのでまあ、先ほどの5%のポイント還元あとはスめるペイの1000円分これら全部と組み合わせて使えばめちゃくちゃお得ですね次は au ペイです au ペイでは今年中に終わるキャンペーンと来年から始まるキャンペーン2つありますまずは今年いっぱいで終わるキャンペーンなんですけどもこちらのローソンにて最大20%還元のキャンペーンが開催されてます期間は今年いっぱい12月3 31日までとなっていますので、まあ、ちょっとローソンで買うものがあれば、今のうちに使ってみるのもいいと思います。 あとはこちらの家電20%還元のキャンペーンが1月の1日より開始されます。これは結構視聴者さんからも色々と教えていただきまして、なんとこちらのキャンペーンは au ユーザー以外でも基本的に誰でも20%還元されるものとなっています。もし家電の買い替えを検討されている方は、まあ、このキャンペーンを機に aupay 利用してみるのもいいのかなと思います。 次に、オリガンペイですね。オリガンペイではその場で3%オフのキャンペーンが開催中です。期間は2020年の1月31日までキャッシュレッショ者還元のお店であれば、最大で8%即時ポイントが還元されることができます。 次にファミリーマートのキャンペーンですね。こちらはファミリーマートにてドンベイを購入する際にファミペイのバーコードを提示してドンベイ5個で1個の無料のクーポンがもらえるドンベイのキャンペーンが1月6日まで開催中です。まあ年越しドンベイで済ませたいっていう方は今が本当チャンスですね。ちなみにスタンプ20個集めたらドンベイ1年分が抽選で50名に当たるキャンペーンも開催されてます。 日程だけでまとめるとこんな感じです。まあ、これら赤い文字のところは今年いっぱいで終了するキャンペーンとなっています。なので l i n e p e の年末感謝のクーポンと、そして先ほどお伝えした a u p イのローソンの20%還元というのは今年まで。そしてこれらの青文字になっている楽天 PEN5% 還元と a u p イの家電20%還元については来年1月からのスタートとなっていますので、これもお間違えないようにお願いします。 まあそんな今なで今回は12月の30日から1月5日の1週間で開催されるキャンペーンのまとめ動画でした。いやまあ今週でこのまとめ動画は最後になりますけども、来年も変わらず日曜の20時にまとめ動画を更新する予定ではあります。まあ来年のスマホ決済っていうのがどのようにまあ変化していくかっていうのは全然わかんないんですけども、今後も楽しくお得にキャッシュレス決済を皆さんと一緒に楽しんでいければなと思っています。まあ今お伝えしたそれぞれのキャンペーンの公式リンク 順番に貼っていますのでまだちょっと詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで年末年始ゆっくりされる方はしっかりと休んでお仕事の方はまた明日からも頑張っていきましょう本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました